タイグーショット。こんにちは、エクストラクの中に飛び掛け。とのくちゃんです。はい、というわけでモンスターニュース始まりました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、今回もね、リモートで、配信していこうかなと思っております。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、それではまずはお品書き見ていきましょう。こちら。はい、というようなお品書きでございます。はい、それでは早速いきましょう。1、おさらい。5月10日はモンストの日ということで、こちらじゃん。はい、ということで5月10日モンストの日でございます。はい、今回ラッキーモンストの対象というのが、選べるベル2個かな。おお、いいですね。こちらいいですね。はい、ぜひともね、皆さん5月10日ガンガン回っていただければと思います。はい、そして続いてこちら。はい、ということでコラボのねクエストが消費スタミナ2分の1で、出現ということで、皆さんね、ホントメタルありがとうございました。ありがとうございました。いやー、こんな感じでね、5月9日5月10日そして5月11日ね、はい、超究極なんかもスタミナ2分の1で、登場いたしますので、ぜひ皆さん挑戦していただければと思います。はい、そして続いてこちら。はい、ということでエヴァンゲリオン、コラボ記念キャンペーン開催ということでございまして、現在ね開催中のものもありますが、ノーマルクエストの、獲得経験値が2倍など、金卵の配置数2倍などもありますので、ぜひ皆さんこれを機会にね、12日からも始まったりもしますので、はい、ぜひともチェックしてください。はい、では続いてのお品書きいきましょう。2、新たな豪絶が登場ということで、続いての豪絶はこちら。新たにノクターンが登場いたします。何これ、むちゃくちゃかっこいいじゃん。かっこいい。なんこれ、どれが本体っていうのもあるけど、上の赤ちゃんみたいなところなんですかね、それとも下なのかな。いや、すげーな、すごい神秘的なイラストですが、はい、こちらの豪絶ノクターンの初降臨日はこちらです。はい、5月15日金曜日の19時からとなりますので、皆さん頑張っていきましょう。いや、これ重心構えのイラストもめっちゃ、いいですね、このイラスト。これめっちゃいいね。いいな、素敵ですね。これは頑張りたいね。はい、そして、はい、ノクターンの初降臨に合わせてこちらです。はい、M4 の攻略ライブ配信も実施いたします。今回ですね、はい、なんと出張 M4 ファイトクラブということで、なんとギコちゃんさんのチャンネルで実施予定となりますので、皆さんね、気になる方はぜひこの日にギコちゃんさんのチャンネルでご覧ください。よろしくお願いします。お願いします。それでは続いていきましょう。続いて3、中心化情報を持ってまいりましたということで、こちらをどうぞ。ということで、真珠が重心化いたします。いやー、いいですね。いやー、ほんと美しいんですが、はい、これも僕使ってみたら撮ったので、早速ステータスを見ていきましょう。こちら、はい、はい、というわけで、反射ゲージの砲撃型、うん、アビリティがレーザーストップ、そして全属性耐性 M、 無属性耐性 M、 ゲージで超アンチ重力バリアと SS ターン短縮と、はい、で友情コンボがグリッターボール、そしてサブに防御アップ、はいはい、ストライクショットが触れと最初の敵をランダし吹っ飛ばす &HP を回復と、これが16ターンプラス8ターンというような感じでございますが、はい、もうこれはね、攻撃型のグリッターボール。グリッターボールってそもそもまだまだかなり貴重ですよね。はい、いや、全然貴重です。うん、持ってるやつ多分あと1体ぐらいしかいないぐらいだと思うんですけど、うんうんうん、いや、もうほんと砲撃型ってすごいんだなってやっぱ感じますね。あ、楽しみ。今回19の僕とかで撮ったんですけど、はいはい、むちゃくちゃもう溶けていく溶けていく。見たいな。で、全属性耐性 M と無属性耐性 M、はいはいはい、これがかなり本当活躍するし、防御アップもあるからカッチカチですね。これカッチカチなの、この子。レザストもまたあるし、うわ、本当に防御面もすごいっていう、すごい攻撃型のなんか面白いパターンだなというような、真珠の重心化でございましたが、はい、そんな真珠の重心化こちら。
はい、5月12日火曜日12時より、解禁いたします。光の受信流と、木の受信流、うん、ぜひとも皆さん集めてください。はい、では続いてのお品書きいきましょう。4来るぞ受信家会員ということで、こちらをご覧ください。はい、ということで今回の獣神化会はロキとなりました。いやロキが来るんか。来ましたね。いやーすげえな。よりこう腹筋がバキバキになられていかつい感じになっておりますがす、ね、はい、気になるステータス見ていきましょう、うん、こちら反射&ゲージの超砲撃型アビリティがアンチダメージウォールと魔王キラー M、うん、ゲージでアンチ減速壁、コネクトスキルが超マインスイーパーと友情底力。こちらの発動条件が自身と種族が異なるキャラが2体以上または合計 HP が105,000以上、はい、ストライクショットがスピードとパワーがアップ&友情ビットを展開。そして友情コンボがメインにワンウェイレーザー EL、 そしてサブに超強爆発となっておりますと、はい、こちらはね我々2人で使ってみたんですけれども、もうこの友情と SS の相性の良さというか、はい、いや本当すごかったですよね。単純にその友情としての火力もね、攻撃型のワンウェイレーザー EL ですし、うん、超砲撃型なので、はい、爆発での誘発も 100% 出るのでかなり火力出るんですけど、この SS でね友情ビットを展開した時に、いや本当にプラス2本出てしまうという。いやもうやばかったね。やばかったですよね。で魔法キラー M も乗ってくるからねこれね、うんうんうん、魔法もうほんと溶けちゃうね多分ね。溶けちゃいますね、耐えられないですよ多分。あでコネクトスキルも、はい、あれですよね、発動条件が、うんうん、なんていうんですか、どちらかを満たせていれば、そうですね、どっちかできる方でいいという感じなので、うん、前半に関しては、はい、ロキが神族なのでパーティーの中に神以外が2体以上いれば発動するんですけど、うん、後半に関しては、うん、例えばロキに仮面の実とかをつければ艦隊で10万5000超えてればそれでも発動するので、うん、そうこれがまたすごいんだよね。すごいですよね。優勝底力がこう発動した時のこの友情もまたねちょいいんですかっていうぐらい出てましたから楽しかった、はい、楽しみにしていただければと思います、はい、うん、そんなロキの獣神化会に必要な素材はこちらです。闇の獣神竜6体、そして水の獣神竜4体、その他もろもろご用意してお待ちください。解禁日は5月12日火曜日のお昼12時からとなります。はい、では続いていきましょう。続いてモンスト×コトドマンコラボ第2弾開催ということで、こちらをどうぞ。私はいつも一緒にいます。始めよう、宇宙の再生を。滅びという名の救済を。導きたまえ。時は来たれる。聖なる者どもに死を。古きこの世界に終末。はい、
ということで、ことだまんでモンストコラボ第2弾が開催いたします。いや、いい PV でしたね。いいですね。はい、ということでことだまにモンストの人気キャラが登場いたします。はい、新たに登場するのはマナやパンドラ、そしてノストラダムスなどの12体。うん、コラボ開催期間が本日5月8日金曜日16時からということで、うんうん、もう開催されてるかもしれないですね。確かに。はい、5月29日金曜日15時59分までとなっておりますので、ぜひ皆さんことだまやってみていただけたらと思いますが、はい、そんなことだまですか、こちら。はい、ということで、今回なんですけど、ミロクやマナアニマが強敵として登場いたします。敵なんですね。敵なんですよね。はい、そして期間中6位でコラボキャラが必ず1体ゲットできると。ほう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 。まあ、この中の誰かがゲットできる。そしてね、これはもう第1弾、できてないよって方も復刻が開催されますので、ルシファーとかね、ガブとか、アーサーとかゲットできていただければと思います。はい、そしてコラボ特製グッズが当たるコラボ記念ツイートキャンペーンも開催中でございます。うん、こちら特設サイトで出題される、お題の正解と指定のハッシュタグを投稿していただけますと、ワイヤレス充電器や、アクリルスタンドなどなど、ゲットできますので、はい、参加方法やコラボの特製グッズの詳細は特設サイトをチェックしていただければと思います。はい、そして続いてこちら。はい、モンストアプリ内でコラボ記念ミッション開催ということで、ミッションを達成してコラボキャラニューワードをゲットしようということで、こちらね、もうことだまだとかなりの有名人というか、うんうんうん、もうみんなおじいちゃん呼ばわりしてますけど、看板キャラ的な存在ですよね。そうですね、うん、本当に愛されたキャラでございますが、ニューワードのボールへは2ってなってます。このね、じゃあクエスト連れてったらこの2が走り回るってことですか。そうです、2が走り回りますね。はい、ということでこちらのね、こちらはあのモンストの方でのミッションになりますので、ミッション開催期間は5月9日土曜日4時からとなりますので、ぜひ皆さんこちらもやっていただければと思います。はい、では続いてのお品書きいきましょう。6、エクスラックストアアプリアップデート情報ということで、こちらです。はい、今回ですね、エクスラックストアのアプリがアップデートしまして、新たにポイント引き換え機能というものが登場いたします。こちらのポイント引き換え機能では、X フラッグストアのお買い物で貯まるポイントを使って、今出ているような待ち受け画面やアプリアイコン素材などの限定デジタルコンテンツのダウンロードですとか、あとはモンストグッズのプレゼント応募なんかを楽しんでいただけますと。これね、ポイント貯めていただくと、今見ていただいているようなルシファーをイメージした待ち受けとか、これはエデンの背景かな？ですね。渋いですね、チョイスが。ここに多分アプリが並ぶってことですもんね。そうですね、まあ、時間とかアプリとかが、はいはいはい、こんな感じのデジタルコンテンツがもらえるんですが、あの今、うん、店舗の方は閉まってるんですけれども、もちろんオンラインストアでお買い物していただいてもポイント貯まりますので、この機会に、ね、はい、買い物される方はぜひオンラインでお買い物していただいてポイント貯めていただければと思います。うん、はい、アップデートを記念してポイントプレゼントキャンペーンも実施いたしますので、気になる方は X フラッグストアのポータルサイトをご確認ください。では続いていきましょう。続いて7、プチキャラデザイングッズ第2弾などグッズ続々ということで、まずはこちら。はい、ということで絶望くんグッズに新商品が登場いたします。かわいいかわいいですね、本当。はい、はい、こちらね、5月15日金曜日から X フラッグストアオンラインにて発売開始いたします。こちらのね、ビッグタオル絶望くん、120センチのタオルとかね、あとカラビナ、あとはスマートフォンリング、また可愛いですね。こちら再販決定ということでございますが、はい、ぜひとも皆さんこちらオンラインショップ見ていただければと思います。はい、はい、そして続いてこちら。はい、プチキャラデザイングッズ第2弾登場ということで、うん、5月15日金曜日、こちらも X ラグストアオンラインイオンにて発売開始いたします。フォトプロップス、アクリルキーホルダー、プチキャラとかね、クリアファイルのプチキャラのルシファー座りポーズのクリアファイルですね。あとはまあ集合へ、いろんなねキャラたちの集合という感じでございますが、いやもう本当フォトプロップスのアクリルキーホルダーとかもね、モンスト割り箸劇場のイメージ再現したアクリルキーホルダーとなっておりますのでね、はい、こうぐるっとこう回してこう自分で遊べますね、人形劇ができたり遊べたりしますので、はい、ぜひ皆さんこちらチェックしていただいて、まあ、クリアファイルとかチェックしていただければと思います。はい、はい、というわけで今週のモンスタニュースは以上となります。はい、来週のモンスタニュースはこちら。はい、5月14日
が木曜日16時からとなっております。はい、はい、次回もお楽しみにということで、最後に来週のラッキーモンスターの映像を見ながらお別れとなります。それではバイバイ。